い、ということで皆さんこんにちは、浅岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあエビバディ、今日の動画でございますけれども、来ました、9月の大本命の一足が本日リリースということで、そのスニーカーを狙っていく動画なんでございますけれども、もう前々からね言ってるんで分かると思いますが、本日狙うのはですね、ナイキからのリリースで、あのエアフォースワンウエストインディーズの復刻ということで、これはめでたい。いや、このウエストインディーズはですね、まあリセールショップとかで、まあ古いエアフォースワンとか取り扱ってるんでね、お店に行くとガラスケースとかに置いてあってですね、うわいいなと、まあ憧れの一足ということもありましてですね、まあこのウエストインディーズのエアフォースワンに関してはですね、全部で4つ、カラーがあるわけなんですけれども、その初代のカラーが復刻ということで、まあそもそもこのウエストインディーズって何なのかっていうと、このウエストインディーズというですね、名前の通り西インド諸島にフォーカスを当てた、まあモデルなんでございますますけれども、この西インド諸島というのはですね、フロリダよりちょっと下の、まあ、カリブ海あたりのですね、島々だったり、国々を言うわけなんですけれども、単純にここにフォーカス当ててるというよりかはですね、毎年9月の第1月曜日にニューヨークのブルックリンでですね、このウエストインディーズパレードというのが行われるんですよ。で、ほんとカーニバルみたいなですね、かなり派手なお祭りなんですけれども、そういったちょっとこうニューヨークのローカルカルチャーにスポットを当てたような、まあ一足ということで、まあ、ニューヨーク好きの私としてはもうぜひとも、手に入れたい一足ですね。で、こういったですね、まあコミュニティとかカルチャーにですね根ざしたエアフォースワン、プエルトリコもそうですけれども、あとはニューヨークシリーズ、 NYC シリーズとかもそうですけれども、まあそういったものがですね、まあ今年の40周年というですね節目に、復刻するというですね胸熱でございますし、まあこの勢いでぜひ CO と JP から何か40周年仕様でですね復刻してくれたら熱いんじゃないかなと思ってるわけなんですが、まあとりあえず今月の一番熱い一足ということで、もうがっつり狙っていきたいと思います。仕様に関してはですね、最近発売されてるカラーオブザマンスとかと同じようなですね、ちょっとレザーの質とかも良さげなですねエアフォースワンで復刻ということらしいので、めちゃくちゃ楽しみにしてる次第でございます。なんですが、もうここでまず予想外のことが一つ、前からねリリースの情報は出てて、でいつも並んでるアトモスさんもですね、まあ発売しますよみたいなアナウンスがあったので、てっきりいつも通りですねアトモス横浜に並びに行こうと思ったら、なんと今回アトモス千駄ヶ谷店のみの扱い、しかもどれこめっちゃ厳しいと。これはですよ、相当数少ないんじゃないかなと、多分各1レベルなんじゃないかなっていうような布陣で、早くも暗雲が立ち込めている本日でございます。ちゅうことは、まあ、ナイキのスニーカーアプリスニーカーズが一番多いんじゃないかと、いやそうであってほしいって話なんですけど、まあそう期待してですね、今日はとりあえずオンラインでチャレンジするんですけれども、もう念には念をですよ、やっぱ欲しい一足に関してはもうプラン A だけじゃなくてプラン BC といろいろ用意しておかなきゃいけないわけなんですけれども、とっておきのプラン B、 これね実店舗でもしかしたらここ発売あるんじゃないかなっていう目星を、まあ大博打なんですけれどもつけてるので、もしスニーカーズで買えなかった場合はそっちに急いで直行しようと思ってます。これはね確認も取れてないので、正直言ってまあ自分なりの法則というか、まあこれあるんじゃないかなっていう大雑把な予測なので、まあどうだろうなってところはあるんですけど、まあもしね、スニーカーズでダメだったら、そっちに直行するような感じですね、お届けしていこうと思います。まあでもスニーカーズ多分結構数多いと思いますよ。今の段階ではね、まだ始まってないんでわかんないですよ。今の段階ではスニーカーズがめちゃくちゃ多いみたいな形で、まあいわゆる昔の A コーンとかね、復刻した時もアウトレット落ちたりとかしましたし、まあそこまでフォースワンで注目度のめちゃめちゃ高い速じゃないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういった温度感も合わせて、まあ、スニーカーズで、まあ、大方いけるんじゃないかなと思っておりますが、まずはですね、そのスニーカーズの方で狙っていきたいと思います。それでは早速、ナイキのスニーカーアプリ、スニーカーズの方で、エアフォースワン、ウエストインディーズを狙うところから、スタートです。さあ、ということで、こちら、エアフォースワン、ウエストインディーズということで、かっこいいね。まあ形はですね、昔のオリジナルよりかは割とこうシュッとしたようなですねシェイプに、まあ現代風に変わってるわけなんですが、いやこれはちょっとね美しいよ。このスペシャルデュブレもついたりだとか、まあ何せこれはちょっとね憧れの一足みたいなところがありますんで、ウエストインディアンパレードのことも書いてありますね、スニーカーズにはね。ということで、まあ大型スニーカーズがめちゃくちゃ多いパターンだと思いますよ。最近のエイジワンとかと同じように、頑張ってスニーカーズの方で手に入れていきたいと思います。
思います。さあいつでもかかってこい。はい、来ました。行ってみましょう。あーよ、あ、結構スムーズだからそんなに狙ってないかな。みんなどうだろう。今の段階ではそこまで激戦という感じじゃないですね。で、一応近日発売ざーっとチェックするんですが、新しいのこいつですね。ウィメンズエアフォース1、07ラックスということで、なんかこの J バルビンの AJ2 でリークされてたようなこの雲っぽいようなですね、グラフィックが、スーシュとあとインソールとかに、施されてますね。これ可愛らしいですよね、非常にね。ソールがクリアソールになっているみたいな。一応なんかネイルにフォーカスしたような、モデルらしいですね。ほんで一応同日発売でこのキルティングのねウィメンズダンクもあるんですけど、僕はこれちょっと儚そうなんでこいつはスルーしたいと思います。これの真っ白をぜひナイキさん出していただければと思います。それではエアフォースワンウエストインディーズ、まあ大丈夫でしょう、さすがに。頼みますよ。これはまずいって。買えないの？しかも3分に来たからめっちゃ、やばいやばいやばい。これちょっとやばいぞ。ちょっとどうしよう。余裕でスニーカーで買えると思ってた。いや、ちょっとこれはプラン B に行くしかねえな。マジかよ。もうちょっとすぐ移動しなきゃ。ちょっとですね。緊急事態です。はい。スニーカーズで買えませんでした。いや、これちょっとやばい。スニーカーズも数少ないのかな？これ日本全体でめちゃくちゃ数少ない説あり得るんで。ちょっととりあえず僕のプラン B ということで、実店舗の方に行きたいと思います。やばい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 。ということで、やばいやばいよ。もう普通にスニーカーズで買える予定だったんですけど、やべえな。超絶数少ないでしょ。しかも今ね、ちょっと移動しながらずっとスニーカーズ見てたんですけど、なんかリストックすらなくないか。僕の携帯だけかな。ずっと更新をしてるんですけど、全くリストックがなくてですね、そんなことあるみたいな。だいたい20分とかね、するとリストックでサイズが戻ったりするんですけど、全然それもなくてですね、相当数少ないぞということで、まあ、朝岡どこに向かってんだというお話なんですけど、まあ、もちろんね、実店舗販売が告知されているアトモスさんの方はですね、どれこがなくて並べないということもありまして、もうじゃあかけるならここしかないなというところに向かっております。それがですね、南青山にあるナイキラボ MA5 ですね。まあ、というのもですね、実は根拠というか、そうなんじゃないかという思うところがありましてですね、通常ナイキラボでの販売とか限定品って大体スニパスで取られることが多いんですよね。この間の酒井とかもそうだったんですけど、前々事前抽選戦とかもあったんですけど、最近はスニパスばっかりで、で昨日ですね、このウェストインディーズのスニパスが出てたらまあないなと思ったんですけど、昨日スニパスも出ておらずで、 MA5 で発売がないってことは相当数が少ないってことだと思うんですけど、まあ、スニパスする数がなかったのか、それとも MA5 はゲリラ的に発売するっていう方向になったのか、まあ、この2択だと思ってて、まあ、ワンチャンスかけるんだったらここかなというですね、思いのもと今ナイキラボ MA5 に向かっております。いや、これは当てたいな。ここ曲がると見えてくるんですけど、人は待ってないかな、どうだろう。はい、ということでこの道をまっすぐ行くと MA5 なんですが、どうでっしゃろう。並んでる人が一人ぐらいいるかな。あの方もここにワンチャンかけに来たのかな、わかんないですけど、いやー、これでダメだったらもう諦めるしかねえな。はい、こちらを曲がるとナイキラボということなんですが、一応ですね、入店待機列についてっていう情報は出てるんですけど、これは待ってみなきゃわかんないんで待ちたいと思います。さあ、ということで今ナイキラボを見てきましたが、結果、チャレーン、来た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 、いや、大読み成功でしたよこれ。うわ、やべえ、超絶テンション上がるんだけど。実はですね、並んでる時にスタッフさんがいらっしゃって、今日発売ありますかって言ったら、もうそこでありますと、来たと。一応ね、一人あの僕の前に並ばれててですね、僕は2番目だったんですけれども、いや、驚いてください皆さん、数超少ないわ。僕の前の、方がですね、僕と毎歳同じで28で、まあ格差1ってことはないっすよねみたいな感じで話してたらですね、まさかの28センチ1足しかなくて、
僕 8.5 とかでも履けるんで、まあサイズ上げればいいやと思って今回僕はね 28.5 を購入したんですけれども、いやナイキラボでこの数って多分相当日本少ないですね。これびっくりしたわ。まあ今回大読み当てたということで、ちょっと正直かなり博打で、まあ博打というとね上運動で僕外してるんで、まあちょっとね苦い思い出が蘇ってたところだったんですが、まあ見事ゴッテムということで、まあちょっとね実物に関してはお家に帰ってお見せしようかなと思いますが、いや入ってね、あのウエストインディーズがバンと飾られてるところを見てもう大興奮でしたね。来たーと、この感覚なかなかねナイキとかでは最近なかったので、いや嬉しい。でも数少ないからもう多分すぐなくなっちゃうんだろうなっていう感じですけれども、やっぱ諦めちゃダメだね。もう諦めないことが一番重要かなということで、いやーこれ良かった。もうちょっとスニーカーズ外れた時はもう大絶望でしたけど、いやーなんとかゲットできて良かったなっていうところで、多分ドーバーとかもあったんかな、わかんないんですけど、まあ、とりあえずナイキラボではほんとごく少量発売がありましたよということで、いやー本当に久々にドキドキして久々に超嬉しいです。最高ということで、無事獲物を確保したので次はちょっとメシテルに行きたいと思います。ということで今日のメシテロなんですけれども、極上の家系があるということで蒲田までやってきたんですけれども、こちらでございます。はい、どんということでこちら蒲田にある家系ラーメンのひいきさんですね。めっちゃ並んでます。行ってみましょう。はい、どんということできました。こちら特製ラーメン海苔増しということで、見てください、この清らかなスープと綺麗なチャーシューいただきたいと思います。いただきます。さあということでお家に帰ってきましたけれども、ひいきここマジでうまい家系ラーメン見つけちゃったので、ぜひ行ってみてください。もう横浜出身の家系ラーメン大好き人間浅岡が言うので間違いないです。ここの家系ラーメンマジでうまいので、後臭さも全然ないし、それでいてめちゃくちゃコク深いスープだったりするので、お近くの方ぜひ行ってみてください。蒲田のひいきめちゃくちゃおすすめでございます。さあそして今日はどんということで来ました、かかとにはしっかりウエストインディーズ。そしてですね、このライニングもね、オリジナル仕様な感じで粗めのメッシュに変わってますね、しっかりね。ほんで谷はね、40周年のアニバーサリーエディションという風に書かれておりまして、いやこれはびっくりしたわ。で僕のね1個前に先頭に並んでた方がですね、まあ、視聴者さんでいろいろお話ししててですね、僕が店出た後駅でもう一回会ったんですけど、その方が言うにはもうマジで格差一足っぽかったですね。ナイキラボでそんなことあるのと。僕ナイキラボで発売があるって言うとやっぱ50足ぐらいはあるイメージだったので、そう考えると多分相当数が少ない1足だったのかなっていう風に思いますね。で僕がお店出て駅に向かってる時にですね、結構その情報を嗅ぎつけてもうすごい急いでいろんなね、あの方々がチャリ飛ばしてきたりとかいろんなことがあったらしいんですけど、もうそういう方々もほぼほぼ買えなかったと。マジで多分7、8足だったんじゃないかなっていうようなですね。朝岡今回ばかりはこれ素晴らしくないですか、この読みの展開。もうちょっと久々にちょっと鳥肌立っちゃったですね。並びで最近鳥肌立つことないですけど、まあ、こういったですね読み合いが久々に体験できたのがもうめちゃくちゃ楽しかったですし、まあ、何よりそれで得た一足、まあハーフでかいんですけど、まあ中敷き入れたりとか、まあ普通に縛って履けばですね全然いけちゃうようなですねサイズ感なので、いやーもうヒヤヒヤしたし、後々聞いてみたらそんな
な少なかったのというようなですね、一足でございまして、まあ朝岡的にも大興奮した一足でもあり、いやーちょっと久々に山当てちゃったなというところで鳥肌立った一足ということで、こいつも大事に履いていきたいなというふうに思っております。多分ねスニーカーズもかなり数少なかったと思いますし、松本さんなんか多分各サイズ一足とかあるかないかとかだと思いますよ。一桁台だと思うのであたりが、そう考えると今回ばかりはナイキラボ選んどいてよかったなと。まあこれが毎回当たるわけじゃないですし、毎回ナイキラボでね発売があるかどうかもあんま確定してるものでないので、まあ今回だけうまくいったみたいなところあるんですけど、まあこういったですねヒヤヒヤ、最近ニューバランスとかではね結構多かったんですけど、ナイキでも、久々に味わえてもうめちゃくちゃ楽しかったですし、そんなねドキドキを皆さんとシェアできたのもすごく良かったなということでですね、今回神回だと思った方ぜひ高評価教えてください。ということで、まあ今日は有終の美ということでよく寝れそうでございますよ。いやこれはね想像の10倍しんどかった。こちらのウェストインディーズですけれども無事ゲットできましたということで、今回の動画いかがでしたでしょうか。久々にですねかなりリアルな並びを体験していただけたんじゃないかなというふうに思いますが、まあこれからねまたこの40周年のアニバーサリーでぜひ CO.jp ですね、僕が期待したいのはやっぱり日本企画のですねエアホースバーン素晴らしいものいっぱいありますので、まあ、そちらの復刻をですねぜひ年末に向けてしていただけたらなーなんていうふうに思っておりますので、そんな期待もしつつ、まあ今年はねある種フォースワンイヤー、あとはコルテツイヤーみたいなところがナイキはありますので、楽しみにしながら日々過ごしていこうかなというふうに思っております。それでは最後に宣伝でございますけども、私のバンド朝岡シュナンドとジャックバンドのですね久々のライブが今月21日、9月の21日にですね代官山駅からもうすぐの晴れたら空に豆まいてというライブハウスで行われる予定でございます。今回はですねサックス奏者の山崎ゆりちゃんをですね対バンにお呼びしてですね音楽三昧な一日になる予定でございますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上遊びに来てください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価のグッドボタン、設定してチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie。 じゃねー。 Baby all this time looking at my telephone cause I'm thinking of your hand the way you make the best on me